ね。何？凍ってんの？マジ？そんなに大きく凍ってんの？実は自然にいるよ。やめろ。刺された。おい、いいじゃん、早く寝ろ。いや、めっちゃ綺麗。やっと見れたね。嘘だって。バカ野郎。いいって。やるよ。よし。夜ご飯の準備だけ。うん。今日は。鍋か。何やるの？寒いから。うん。赤からのもつ鍋。おお、いいね。うん、前だけの鍋はもう大体物が決まってる。キャベツ。いつも鍋作りすぎちゃうよね。二人の。そうだよ。鍋だよ。なんでだろうね。美味しいからね。いけるかなとか思っちゃう。うん、いや、なんかこれぐらいは食べたいなって気づいたらね、うん、どうしても多くなっちゃうんで。本当はね、最後締めとかやりたいのに。そう。大体締めれないパターン、うん。締めずに終了する。ニール。あ、ニール。ニール忘れた。ニール忘れ。ニラ忘れた、ごめん。いや、ごめん。俺書いてないよね。書いてた？いや、わかんない。書いてないと思う。うん。書いてたんだろうか、俺怒るけど。いや、書いてない。え？書いてなかった。書いてから見ていいの？ん？書いてから見てみて。うん、書いてない。俺も書いた記憶はないもん。いつもね、買い忘れないようにメモすんだけどね。ちょっとね、空気って悪くなってるから。大根引っ掛けてて。大きめに。あ、でも、ね、中の。あ、全然大丈夫。揚げちゃう。あ、そのスタイルで入れるんだ。そうだ、いつも。いいね。お肉。うん。固まっちゃうけど。固まるでしょ。固まるけど。ほぐして。頑張って。スケールを炊き出してもやんのかい。ん？うん。そのようだね。肉鍋じゃん。で、俺それこれが一番強烈だと思うよ。牛マツ。モッツ。はい。こういう。すでに肉鍋とかしている。ね。おネギ。最後。何？凍ってます。豆腐凍ってんの？凍っております。マジ？豆腐凍ってんの？うん。芸術出来上がってんじゃん。苦り？本当だ。切りやすいよ、でも。絹ごし豆腐なのにめっちゃ高野豆腐みたいになっちゃってんじゃん。水分抜けちゃってるかもね。ね。もっさもさかもしれない。でもさ、鍋ってこうやってなんかすげえ量に見えるけどさ、いざ火入れたら割と、いや、まあね、まあね、なくなるね。そうなんだけどさ、ニンニクちゃん、うん、ニラ忘れたから、そう、もうでもね、アクセントに、うん、ニンニク入れたらうまいね。うまい。気づいたら、あたりは真っ暗。早いよね、うん、すぐだよね、うん、すぐだ。すぐだハムニーだ。え？すぐだハムニー。え？すぐだハムニーだ。はい。ねえ、いいの。ほら、混ぜてる最中。ねえ。
はい、何番？3番、赤から。うまいね、これは。うまいよね、これが一番最高にうまいね。こいつを、赤いね。はい、はい、完成。完成。よし、食べよう食べよう。あ、食べよう。え、もうできたよ。いや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 、いや今日冷やし鍋だから。何やってんの、お腹壊す。はい、ということで、一回寝かせます。はい、じゃあ火入れしていきますか。いいよ。うん、やっちゃって。点火。これだけです。しばしお待ちを。これ食べる箸と鍋と。いや今真似したんや。そんな大きく大きくしてしてねえよ。おい、やめろ。そんな気持ち悪いの。その顔に言われたくない。何言いにしてんの。だってさ、今回のキャンプにさ、うん、声かけていただいた方みんなにさ、うん、旦那さん特徴的な顔ですもんねってめっちゃ言われてたじゃん。あ、そう。ねえ、傷ついてんの。え、傷ついてんの。傷ついてねえよ。はい、そんなの分かってた。俺なんてディスられてなんぼだから。だって私も初めてヤスに会った時に、うん、特徴的な顔だったなって。俺も初めてですけど、すげえブレたなと思って。いや違うしょ、初めて会った時、よいしょ、すごい、あの可愛い子誰って友達に言ってたじゃん。ピオ、オープン。ダン、うまそう。いいじゃん。いい、食べよう。いい、寒いから温まるだろうね。そうだね。時期の鍋は最高でしょ。まだこの時期の間違いない。まだ夏だけ。夏なのに。食べよう。よし。いただきまーす。もうこの湯気がたまらん。うん。うん、やっぱ赤からだな。安定のうまさ、うん、うまっ。辛みもいいわ。こんな8月の中旬につい100万円36度とかあったのに、寒い寒いっつって鍋食っておかしくない。おかしい。店食べに行きたいな。私逆に店1回くらいしか行ったことない。店もやっぱうまい。いや、それうまいし。なんか店と鍋は違うの。タレは同じじゃん。うん、どうなんだろうね。なんか俺行った店、焼肉と鍋の店だったの。お、そうだよね。そうだよね、昔私もそうだった、焼肉と鍋だった。俺あの清高とかその方の行ったことある。今、新コトニーにあるんだよね。うん、あ、あったね。うん、行ってみる、今度。ん、小樽、うん、にはないの。いや、安からなら。ほら、赤から買ってきて、家で食べるだけでしょ。行くよ。うん、カラオケ屋さんだ。カラオケかい。安いカラオケ。なんかさ、ネットでさ、うん、15番とか20番とかの、どんだけ辛いんだろうね。そうなの。うん、買ってみる今度。食えるかな。いや、無理だ。はい、お腹いっぱい。あ、いっぱい。結局余してしまったよ。さすがにやっぱ食えないです。明日の朝だ。うん、朝に食べて、うん、朝から赤から赤。そうだね、うん、よし、あとはもう今すぐ焚き火を楽しむか。そうだね。じゃあ、ごちそうさまでした。おい、すぐ楽しみたいと。小学生か、小学2年生。チュリース。はい、小学2年生。テントの中で2時間やりますか。今日はね、なんか初めて。本当だ、初めて見た。キリン特製レモンサワー 9%。糖類ゼロ、プリン体ゼロ。そう。9% なの。ストロングじゃねえか。寝るにはちょうどいいやつ。わかるわ。勝ってくる。じゃあ、最後の夜に乾杯。強いわ。うん。
10度ぐらいなのね。え、何気温、あ、気温寝てんじゃん。コロッといっちゃう。コロスケじゃん。やさん、帰るわ、後ろに。こいつだ。うん、それはやった方がいい。死んだ。うん、ピタセンコも結局かよ。怖いね。それいつぐらいじゃん。うん、大丈夫だ。めっちゃ晴れてるって、うん、ひどいな、これ、うん、朝、冬に刺されたかわいそう。手首がここまで晴れてるよ、うん、熱、うん、かわいそう。もう、ブヨブヨだよ。なんで私に言う、ちょっと、まくってみ。あれ、刺されたの刺されたの。怖い、うん、あ、明日早く起きなきゃいけないから。カヌー乗らないと。朝日とともに、うん、飲んで寝ますか、うん、じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、起きてんだろいいから早く寝ろよ早く寝ろ。はい、おやすみ、うん、おい、え、どうしたの。前田夫婦特番やるんだって、見て。前田夫婦です。私たちの誕生日と結婚1周年を10月に迎えます。ということでスペシャルキャンペーンを放送します。10月9日夜6時見てねー。おい、やばいっしょ、やばいね、ね、念願の執行しますか。いや、めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗、やっと見れたね。やっと見れました。めっちゃいいじゃん。綺麗すぎる。なんかでも短命だね。本当だ、もうちょっとで雲に。いや、やばいっしょ。あ、もう登るの早もうだいぶ隠れてきた。まさかね、こっちこっちじゃないや、シマリネ行って今まで何回か来て一切見れなかったよ。本当ね、カヌー乗れるなんて、うん、最高じゃん。ね、めっちゃ綺麗、この上の空とかもすごい綺麗。この辺の空あっちかな、流れ込んできてるね。ん、すごい、見て、滝雲になってる。すげえ。すごいね。滝雲じゃん。おはようございます。やっとこさ見れました。どうよ。ね、風もないし。見えてる？見えてる。ヤスの頭の上に。おご来光させんな。ただ私たち夫婦にこういう綺麗な映像を誰も求めてはいないと思うけど。落ちる？ん？俺でも昨日ね、落ちる夢見たんだよね。湖に？ん？湖に？
やめてくれる。最高すぎ。俺今屁こいたね。やめろよ、こっちの反響汚染だぞ。何？ああ。朝日に向かって。突き進め。うまい。ねえ、そうか。ちょっとこれを雑炊に。またセコマのご飯やないか。うん。まあいいけど。入れちゃって。でもさ、ご飯硬いよね、最初ね。まあ、そういうものだからね。長持ちするように、固めに炊いてる。お卵ちゃん。ドボン。雑炊うまいよね。みんなチーズ。チーズ持ってきてね。うん。朝からチーズ結構振りますね。私の体のこともうちょっと気遣ってくれてもいいと思うんだけど。いや、飛べなきゃいいじゃん。完成いいね、食べようぜ。汁多め、うん、まあ、汁うまいからいいじゃん。うまい、ね、食べなさい。スプーンいる？いや。ああ。ああ。でしょうね。しみるぜ。でしょうね。熱いんかい。熱くもなるさ。うん。食べな。うん。大変だね。ん？大変だね。死んだんだもん、これくらいいいじゃん。もうちょっとだ。うん、少々お待ちを。はい。なんせ荷物多いわ。どんだけ。なんでだろうね。二人なの。え？二人なの。ギチギチです。果たして収納できるのか。あ、全然余裕でしょ。は、余裕がありすぎてまだ荷物増やそうかなと思った。いらねって。いや、すごいビチビチです。いや、余裕あるって。上余裕あるもん、まだ。よし、帰りますか。よし、撤収完了だ。一番暖かい。今29度だから。本当だね。2日間寒かったね。うん。暑い。さあ、これから帰って片付けして、明日から仕事や。え、そうなの？俺まだ休みだ。そうだ。俺まだ休みだ。そうだって。そうだよ。本当に？うん。嘘だって言うの？本当。バカ野郎。ふざけんな。バナモノ。うっそー。なんか、およそ500m先、東方向です。はい、じゃあ今回もこれで終わりです。皆さん次回もお楽しみに。それだけかな。え、まあ、もうちょっと面白いこと言え。何？面白いこと言えねえなら締めんじゃねえよ。おい、じゃあやってみ。あ、なんかやってみ。左方向です。それじゃ次回もよろしくお願いします。普通だろ。バイバーイ。バイバーイ。
Thank you.